首都高中央環状線の最後の区間となる品川線、そのトンネルを掘削するシールドマシンが今日報道陣に公開されました。地上から発信するのは国内で初めてです。中央環状品川線は大井ジャンクションから大橋ジャンクションまでの 9.4 キロの区間です。直径 13.6 メートルの大きなシールドマシンが今動き始めました。徐々に地中へと進んでいきます。このシールドマシンで掘削するのは大井ジャンクションから大井北換気所までの730メートルで、1日10メートルの速さで進みます。換気所で U ターンし、1年後に地上に戻ってくるということです。シールドマシーンで掘削する場合、通常は発進縦坑と呼ばれる縦穴を掘り、その中でマシンを組み立て発進させますが、今回の新技術では地上から直接シールドマシーンを発進させることができます。このため通常よりも1年ほど工事期間を短くすることができ、事業費も当初の200億円の見通しを大幅に下回る130億円に抑えられました。今までの工法に比べてですね、現場での作業が短くなる、工事が短くなる、周辺の皆様への影響が少なくなるというのが一番大きいかと思います。開通すれば首都高の渋滞がなくなると試算されている中央環状品川線は2013年度末に完成する予定です。